サッカーファンの皆さん、こんにちは。ジョン・カビラです。エキシビションをお送りします。ヴィッセルがサンフレッチェを迎えてお送りします。97年度より J リーグ入りを果たしましたヴィッセル神戸。選手たちがピッチに出てきました。ホームのヴィッセル神戸、スターティングイレブンは長島、根口、ビングリー、陣野、吉村、内藤、高田、吉村、渡辺、ブヤチッチ、石杖。続いてアウェーのサンフレッチェ広島、スターティングイレブンは前川、ポポビッチ、小島、伊藤、桑原、森安、道木、柳本、アーノルド、高木の順位。さあ、90分に及ぶ熱いドラマの幕開けです。画面に向かって左から右へ攻めるのがヴィッセル神戸、反対に右から左へ攻めるのがサンフレッチェ広島。さあ、今日もアーティスティックな試合を期待しましょう。さあ、上がってきたアーノルド、内藤、細かくつないで長島、素晴らしいオーバーラップだ。ビングリー、キーパー飛び出した。道木、高木、中盤でボールを回しています。ビングリー、ライカー、桑原、長島、吉村、長島、シュート、ゴールゴールゴール、長島ラッキーすぎるぞ。ヴィッセル先制のゴール、声援鳴り止まず、素晴らしいプレー。さあ、もう一度見てみましょう。できました。石杖反応するも及びます。ビングリー、長島、華麗なパスワーク、陣野、伊藤、抑えました。前半終了ですね。1対1、これまで同点です。高木、吉村、桑原、道木、波状攻
コーナーキックです。右からのコーナで見てみましょう。タイム突入、ラストチャンスか。セットプレー、弾いた。高木シュート、試合終了。ここまでです。1対2、サンフレッチェ勝ちました。いやー、それにしても素晴らしいゲームでしたね。サッカーは素晴らしいスポーツです。なお、この試合の模様は今晩7時からの KCE 東京ハットトリックにてダイジェストでお送りいたします。お見逃しのないようにお願いします。実況はジョン・カビラがお伝えしました。それではサッカーファンの皆さん、またお会いしましょう。 Have a good day!